短いから私の短いやろさい待って無理めっちゃ楽しかったし、これからもこう自分の伝えていきたいことをこんにちは、ちゃみさんです。こんばんは。めちゃめちゃ顔色悪いんちゃうかって言われても仕方がないぐらい白いんですけれども、実は明日初の対面のオフ会なんですよね。初めてオフ会でヨガイベントをするということで、その前日の夜です。ちょっと結構いろいろバタバタしてて万全な準備はできてないんですけども、今明日に向けて最終の準備をしているところです。皆さんにメッセージカードを今書いてるところで、明日はね、嬉しいことに晴れということで、皆さんとのこのオフ会の感じを伝えていけたらなと思いましたね。今日はちょっと準備して寝ようと思います。それでは明日お会いしましょう。ピン。皆さんおはようございます。当日の朝になりまして、ただいまの時間、9時15分でございます。9時45分に続々と皆さんが来られるので、早く来て準備をしております。今日はこんな広い芝生のところでヨガレッスンをいたします。まあ、初のね、対面のオフ会っていうことで、かなりちょっと緊張してるし、ドタバタで準備も結構騒がしい感じなんですけど、騒がしい感じかななんですけども、今のところ順調に進んでて私は嬉しいです。でさっきね、来る時にもう参加者の方がめっちゃ早い、私よりも早いんですけど、すれ違ってわーって笑顔でいてくれてたの見て、ほんまに嬉しいなって。こんな朝から私のためにもちろん皆さんの時間のためにもやけど、こう時間を作ってくださってっていうのが、私がこう自分のための時間を作るっていう伝えたいことにめちゃめちゃダイレクトにつながってるなと思ったので、すごく嬉しいです。スケジュール的に10時から1時間ヨガをここでして、ほんで11時からここが畑なんですね。農業をちょっとだけ手伝わさせてもらって、でその後みんなで飯盒炊爨をします。お味噌汁とご飯をここで炊いて用意してもらうってことで、一品を皆さんに持ってきてもらってシェアしましょうっていうことをやったんですけれども、なんかね、ここのおじいちゃんがそばを実から作って売ってくれるっていう、なんかすごいおじいちゃんがいて、今日張り切ってそばをめちゃめちゃ売ってきてくれたので、それもいただいていきたいと思います。それでは準備して皆さんが来るのを待っていきます。Butterflies are floating like your red hair in the breeze. Spring awakening, new love takes me into lilac dreams. Lay beside me, whisper softly your sweet empathy.Reflections on the water of you close to me. You are someone I feel like, and you make me feel. Summer days like the way that we lay in the field, in the light and everywhere.お湯沸かしてるの。
ハーベスト作ってくれたから。あ、すごいな、美味しいやつできてた。フルーツを、あー、私で切ってきました。いただきます。いただきます。安心したからね。どこから出るんですか。皆さん今日はありがとうございました。一日でした。やったー。思い出に残りました。やったありがとうございます。ありがとうございます。永遠感謝。いや感謝。最高でした。自然感じました。自然楽しかったです。自然大好きです。お尻めっちゃ綺麗です。私のこと言ってくれない。短いから私の短いから短いから短いから。ありがとうございました。やったー。大好きです。最高じゃんね。最高じゃんね。ここは私のアナザースカイぐらいのノリで話してるんですけど、今ちょうど皆さんが帰りまして、イベントは終了です。第1弾ありがとうございました。ほんまに SNS の活動を本格的に始めたんが5月6月で、もうね、見てくださる方がだんだん増えてきて、今では 2.7 万人の方がインスタでは見てくれてて、 YouTube にはもっとたくさんの方が、お前何してんねん。こうコロナの影響でオンラインでしかつながれなかった今、こうやってオフラインで対面でお会いすることができて、もう私の伝えたい自分のための時間を作るっていうのを、こういう自然を通して皆さんと感じることができて、それを伝えることができて、本当に私は幸せな時間やったなと思います。まあ、人生初のこう私のことを見てくださってるファンの方々と一緒に交流するっていう機会で、とっても私にとってすごい思い出のあるイベントだったので、こうね、最後まで皆さんが笑顔でシェアハッピーできたことを、私はめちゃめちゃもう本当に嬉しくって、もう途中マジで泣きそうになって、今ではほぼ泣きそうやねんけど。そう、めっちゃ楽しかったし、これからもこう自分の伝えていきたいことをもっと伝えて、この私の持ってる力を皆さんにこう伝えて、もうさっきから一緒のことしか言ってないけど、していけたらなと思っております。本当に皆さんに出会えて、私の本当に人生ってめっちゃ明るくなったと思うし、もっとチャレンジしようと思えるようになったし、本当に感謝してます。まだ私は駆け出しで、これからもっとたくさんの、まあ、壁があったり、やりたいって思うことがあったり、やりたくてもできないっていうことたくさん出てくると思うんですけど、そんな中でもチャピちゃんが頑張ってるから私も頑張るとか、すごい原動力になるっていう言葉、すごい私にとってもそれはすごいやる気につながることやから、これからもっと前に進み続ける人生っていうのを私の夢に一歩一歩進み続けて、毎日夢を叶えていきたいと思います。みんなが帰って寂しいの私。あ、一個えぐい話があって、足湯に使ってたじゃないですか。足湯ってこう水がいっぱいになると、こう自動的に流れてくれる、こうここまで来ると水流れますよっていう管があんねんけど、そこの管の真下に私の靴が置いてあって、靴びしょ濡れで、まあ中心街戻って靴買って返したいと思います。それじゃあ私の挑戦はまだまだ続きます。皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。
それではお次の動画でお会いしましょう。The short cold days, or the rate that the planets change.